クアウテモクはメキシコシティを構成する16の管轄区域の一つである。その名前はアステカ最後の王、クアウテモクに由来する。メキシコシティで最も古い部分で、地理的にはメキシコシティの中心にあるわけではないが、歴史的、文化的な中心地である。16の管轄区域のうち人口では6位だが、主に商業とサービス業によって、 メキシコシティの GDP の3割を占めている。クワウテ目にはメキシコ証券取引所があり、観光客を引き寄せるメキシコシティの歴史的中心や、繁華街、ソナロサ、超高層ビルの通れヨール HSBC 銀行のメキシコ本部がある。博物館、図書館、館長、市場他の商業的中心も多く、労働、買い物、 文化施設の訪問のために日に500万人が訪れる。しかし特に歴史的中心において、都心の荒廃の問題が甚だしく、1990年代以来再生させるための努力が政府と民間の両方で行われてきた。そのうちには例えば、アラメダセントラルのような公園の再整備や、道路網の再設計を行って9月16日通りや、 マデロ通りを歩行者専用にしたことなどがある。クワウテモクは、ソカラ広場を中心とし、その周辺には、アステカの遺跡である、テンプロマヨールや、メキシコシティメトロポリタン大聖堂、国立宮殿がある。面積は3244ヘクタールで、34の地区と2627のブロックに分かれる。緑地は126.7ヘクタールを占め、1500の、 建物が国定記念物に指定され、二つの考古学遺跡、公的に歴史的な価値があると認められた建物、120の政府庁舎、二つの集合住宅を持つ。毎日500万人もの人が訪れるとはいえ、クアウテモクの人口は53万1831人に、過ぎず16の管轄区域では6位である。他の管轄区域で人口が増えているにもかかわらず、 クアウテモクの人口は減り続けている。人口の多くは60歳以上で、過半数は単身、または夫婦のみで住んでいる。クアウテモクはメキシコシティの住宅のうち7%しか占めていない。クアウテモクの住民の多くはサービス業、または商業を仕事にしている。クアウテモク政府の庁舎はブエナビスタ地区にある。メキシコシティで最も古い部分であり、 数百年前に建てられた建物が多いため、劣化が重要な問題になっている。かつてのテスコ個々の軟弱な土壌に沈みつつある結果、12の地区にある789の建物が構造的損害を受けて使用禁止になっている。その大部分は歴史的中心をおび隣接する部分に分布しており、そのいくつかはベジャスアルテス宮殿及び 国立人類学歴史研究所によって歴史的、美術的価値を持つと分類されている。このことは数世紀にわたって問題であり続け、メトロポリタン大聖堂のような有名な建築物では建物の不均一な人口による損害を止めるための大規模な工事が行われた。犯罪率はメキシコシティのうちセントを占め、メキシコシティで最も危険というわけではないが、 都市化を呼び大部分の人が外から働きに来ているために比較的危険と考えられており、メキシコシティの治安部によって最も無法とされる10の地区のうち7つまでがクアウテモクにある。特にテピートなどは犯罪の街として悪名高い。そのいくつかはゲレーロ地区やモレロス地区のように貧民地区であるが、ローマ地区北部のように上流。 中流層の地区でも同様の問題がある。最も多い犯罪は路上強盗で1日あたり1.47件が報告されている。企業に対する強盗は日に0.78件、車上嵐が0.71件報告されている。訪問者の大部分は労働者、市場や文化的アトラクションの訪問者及び観光客である。クワウテモクはメキシコシティで 観光客が最も多く、主に歴史的中心やソナロサを訪れる。メキシコシティの他の部分から来る人々は、博物館や大規模な公設市場を訪れる。人口流入によって1日に80万台の車が走り、交通渋滞は特に歴史的中心近くにおいて、ほぼ毎日起きている。1628年頃のメキシコシティ、まだ、テスコココに囲まれている。 アステカ時代のテノチティトランは、テスコココの中の島の上に作られ、四つの地域に分割されていた。その中心にあったのが、テンプロマヨールである。テンプロマヨールの遺跡は、今のソカロのすぐ近くにある。スペインのコンキスタドールは1521年に、テノチティトランの公共建築物の大部分を破壊した。テンプロマヨールのある聖域の上に、メトロポリタン大聖堂が建設され、 モクテスマ2世の宮殿の場所には今の国立宮殿の建物が建てられ、聖域近くの空き地はソカロになった。メキシコシティはヌエバ・エスパーニャの中心地であったため、邸宅、教会、修道院、巨大な公共建築物で埋め尽くされ、宮殿の町と呼ばれた。19世紀のポルフィリオ・ディアス時代の建物19世紀、初めにおいても、 湖の干拓によって島の面積が増えたとはいえ、メキシコシティは基本的に歴史的中心の中にあった。メキシコ独立革命後の1824年には他の州から独立した連邦区とされた。19世紀後半に町は拡大し、特に歴史的中心の西側にはマクシミリアンの時代に作られたレフォルマ通りに沿って符号の住む近代的な地区が作られた。 貧民や労働者階級の地区は主に北部と南部に作られた。1928年、アルバロ・オブレゴン大統領は急速に拡大する連邦区を13の区と本来のメキシコシティ中心部に分けた。1970年、中心部も4つの区に分けられたが、その一つがクアウテモ区区になった。その後も商業、政治、教育、 文化の中心地であり続けたが、富裕層が西部に移ったため、歴史的中心は19世紀末にすでに没落を始めた。1950年代にメキシコ国立自治大学はこの地域にあったほとんどの施設を南部の大学都市に移転させた。1950年代以降、クアウテモクククはメキシコの他の地域からの移住者を最も多く受け入れてきた。 彼らの大部分は、ヘンチの出身で、先住民言語を母語とし、スペイン語は、第二言語か、あるいは全く話せない。2005年の段階でクワウテモクの人口のうち7%を、このような移住者が占めており、彼らは教育などのサービスで負担を抱えている。1985年の地震の被害1985年のメキシコ地震では、 歴史的中心だけで10万人の住民を失った。ローマ地区も被害がひどく、多くの建物が完全に崩壊した。地震で破壊された建物の多くは再建されず、スラム、またはゴミだらけの空き地と化した。壊れた建物の残骸の一部は2000年代に入っても残されていた。富裕層の移住と地震の影響により、クワウテモクの一部は夜間に人の住まない地域になった。 かつての邸宅は貧困層のための貸し屋となり、路上は特に歴史的中心では、すりと物売りに占められ、観光客を失いつつあった。1990年代後半以降、街の再活性化が図られ、歴史的建物の改修、道路の再舗装、水、照明などのインフラの改善作業が行われた。ソカロ一帯の古い通りは歩行者専用となり、大部分の物売りは、 歴史的中心から追い出された。しかしながら、都心の後輩の問題は今なお未解決であり、また継続的な地方民の移住によって、分毛率が増大し、退学者も増えた。また、クワウテモク,ク政府は汚職によって批判されている。独立記念碑から、西のレフォルマ通り沿いの超高層ビル群を見る、アベラルドイル・ロドリゲス市場の食品店クワウテモクは、 メキシコシティの GDP の35%を占め、単独で、メキシコで7番目の経済規模を持っている。商業、サービス業が主である。歴史的中心、タバカレラ地区、ドクトレス地区には特に連邦及び市の官庁が集中している。デフォルマ通り沿いの、特に、フアレス地区とクアウテモク地区は最も現代的で今も発展しつつある。ここにはメキシコ証券取引所。 HSBC 銀行のメキシコ本部及び超高層ビルのトーレマヨールがあり、現在もオフィスビルや高層住宅の建設が続いている。それ以外の地区はより伝統的で、多数の公設市場、ティアンギスと呼ばれる市場、業商人がある。クワウテモクは観光客が最も多く、特に歴史的中心とソナロサ地区の訪問者が多い。 メキシコシティの6464のホテルのうち389が、クアウテモクに集中しており、約半分が4つ星、または5つ星である。インスルヘンテス通りを走るメトロバスクアウテモクには、内環状道路、ミゲル・アレマン通り、サンアントニオ・アバド通りの3つの幹線道路が通る。また南北及び東西に走るエヘと呼ばれる道があり、 特に南北に走るエヘセントラルは歴史的中心を東西に2分している。毎日この地域には大量の人口の流入があるため、1日あたり最大80万台の車が通り、特に歴史的中心においては交通渋滞がしばしば起きる。クワウテモクにはメキシコシティ地下鉄の線が最も多く走っている。1.23.58.9号線及び B 号線が走る。 トロリーバスも南北及び東西に走っており、メトロバスの1.3号線を及び多数の路線バスが走っている。他の重要な交通サービスには、メキシコシティ都市圏郊外鉄道があり、南のブエナビスタ駅から北のメキコ州のクアウティトランイスカリシまで走行している。ありがとうございます。